か、君の名前はキューだ。イエーイ。そして君はミュウ。キューとミュウか。見て、小さな羽が生えてる。かわいいな。どんな種類の恐竜なんだろう。調べてみよう。あれ？そんな、こんな恐竜は乗ってない、きっと新種の恐竜だよ。だとしたら大発見だ。ベイベーノビサウルス。でものび太くん、ここでは帰んないよ。ママや他の人に見つかったら大変なことになるし。やだ、買い替え。大きく育ててジャイアントスネ夫をギャフンと言わせるんだ。お願いドラえもん、もう少しだけいいでしょ。かわいい。ほらね、いいでしょ。大きくなるまでだよ。やったー。よろしく。なんだ、そんなに急いで食べて。はい、パパ。ああ、ありがとう。のびちゃん、ピーマン残したでしょ。食べたよ。ママ、僕にもお味噌汁おかわり。はい、はい。あら、やっぱり残してる。好き嫌いはダメよ。ごちそうさま。お腹空いたろ、お食べ。食べた。ほら、キューも。あれ、食べないの？おいしいのに。じゃあ、はい。ミュウは食べるのに。同士だね。誰と誰がだよ。まあ、のび太くんが親みたいなものなんだから、なんとか考えるんだね。恐竜は何を食べるのかな。どんなところに住んでたんだろう。ああ、これは植物の化石だよ。育て方？どういう巣で寝るとか、どんなものを食べるのかとか。そうだな、恐竜といっても肉食も植物食もいる。その恐竜がどんな見た目でどんな生活をしているかにもよるよね。